関税創設天正11年12月5日は、戦国時代に活躍した関税流猿学士。七世、関税大部。意名川元忠、法名は、一安人氏創設。現代に至るまで関税創家の通り名となっている、左近を初めて名乗った人物と申されるが、後代の御殿の可能性が高い。 戦乱によって苦境に立たされた芸会にあって、家に伝わる伝書、歌い本などを書写、整理し、また徳川家康に早くから接近して、広大の関瀬座流星の礎を築いた。関がから伝わる関瀬座を統率する六世大部、関瀬元博の三男として生まれる。母は、コンパル座の大部、コンパルゼン大鳥の娘。吉則、吉政時代を代表する名優、 御阿網の直径の矢者語であり、また母方を通じて、コンパル全区、そして、ゼアミなど、いずれも、農学創創期を代表する名人たちの血を受けている。長径の創剣は片目を失明しており、また、時系の重労大部は、ゼアミ直径の家である、おちか聖家の名跡を継いだため、元忠が三男ながら関税創家の後継となった。なお、弟に、宝生家に養子に入って、 大部を継いだ重勝がいる。大英三年、15歳で父、元博に死別し、七世大部に就任する。この時期、脇の死手として、座の有力者だったのは、父のいとこにあたる関勢や次郎長年である。長年はその父、小次郎信仰もに、室町中期を代表する農作者で、元ただも父の死後は、この長年に支持して、関勢流に伝わる能を、 あまねく伝承され、近代の神手と言われる名人になったとされる。もっとも、元忠と大部に劣らぬ名簿を持った長年並びにその子、元来の関係は必ずしも良好ではなく、その全面的な支援を望めない状況で、若き元忠は関税座を背負っていくこととなった。元忠は大部就任直後から活動を始め、大英三年十二月には将軍、 足利義晴が細川高国邸を訪れた際の猿楽に出演している。翌4年、三条西紗根のもとに年賀の挨拶に訪れ、同6年にはこの絵名を通り三条西紗根の屋敷をそれぞれ訪問したことが記録に残っている。また、同年2月には幸福寺の滝木猿楽に、参勤10月には将軍邸でコンパルとの縦合い猿楽を演じた。 同8年3月には、この絵なお通り邸での花見で、弟などと一緒に歌いを披露するなど、幕府、細川家の庇護を受け、権力者と強く結びついた活動を示している。協力3年には、計5条で、最初の肝人能を行う。この時の共演者には、矢次郎長年をはじめ、大鼓の大倉九郎能士、章子の宮橋矢左衛門近方、笛の彦兵衛など、 歴史に名を残した名人が連なっていた。22歳という若き大部が、こうしたベテランの名手に支えられていたことは、想像に難くない。内宮町や財門からは、弟の小法生と共に、竹縄病死の送電を受けている。このように元忠は、比較的順調に芸能者としての道を歩み始めたが、細川高国が協力4年に戦死し、 将軍家の権威が低下すると、代々幕府と強く結びついてきた関全座苦境に陥ることとなる。幕府権力が衰退したことで、元忠の演奏機会は大幅に減少する。家の情勢が証拠を得たことに伴って、天文五年10月には将軍邸で久々の演奏を行うが、以後はしばらく公的な場での出演機会には恵まれなかった。同9年3月、 丹波守五代旗のの講演を受けて計2詩人で二度目の肝心脳を再興。この前後に座の重鎮、長都が成居したらしい。天文十一年、関税大部帝が火災に見舞われ、農商族がすべて焼けてしまうという大損害をこうむる。幸い、五奈良天皇、将軍、吉春などからの援助を得てしのぐことができたが、この際に、 関全伝来の文書類の大半が消失し、被災を免れた伝書類も、かなりのダメージを受けてしまった。後年、元忠は失われた伝書、歌い本の著者、保存に励むこととなる。また、元忠の頃には、先祖代々の講演者であった、なんと幸福寺との関係も冷却化していた。山都出身の猿楽四座は、幸福寺の神事に参勤することを義務付けられていたが、 元忠は理由をつけて欠勤、あるいは落ち完全大部、十二大部などに代理を務めさせることが多く、あまり今もに顔を出さなかったらしい。天文十三年にコンパルとコンゴーが席次を争う、事件が起こると、コンパル大部気勝のいとこでもある元忠はこれに、同調して、弟の宝生大部主芸勝と共にサボタージュを決め込むなど、幸福寺の軽視は著しかった。 しかし講演者たる、幸福寺の神事へ参加しないということは、幕府権力が交代した今となっては、収入の道が立たれるのと同義であった。元忠は、一般大衆を対象とした、漢人農に活路を求め、天文14年3月には、小国寺石橋八幡、同21年3月には、伊勢守建場場で、それぞれ漢人工業を行っている。またこの間の同15年に、 大見国に落ちた吉原府氏の下で新将軍吉輝の元服祝が能に出演している。また元忠ただは地方工業にも早くから積極的で27歳の天文4年から九州への旅工業に出ている。当時の九州は能が盛んであり、祖父の前王鳥も晩年には文語国の大友氏のもとに滞在している。そうした縁もあって九州への旅は 以後も複数回行われたとみられている。同22年には、祖先、世阿弥の流された、佐渡国に渡っているが、これは、越後国の上杉謙信の将兵によるものだったらしい。また秋、秋津島神社へは、永禄6年に、崩落の王を待ったのをはじめに、永禄1 1年など何度かおもむいている。永禄元年、将軍吉ると、三好長慶との間に和議が成立すると、 再び刑に安定が戻る。これに伴い元忠も同4年3月、吉輝の三好吉沖邸訪問の際に脳を舞うなど、刑での活動を活発にする。A67 年5月には、小国寺石橋八幡で養子、元直と共に、将軍義吉照原石のもと、生涯最後となる4日間の肝心牢を再考する。元忠は、友長、邸家、簡単、老松、あ 二人静か、三井寺、山乳場、昭風、三林、春すが龍神、小城、東馬、サネ森、外箱町、桜川といった曲の指定を務めた。しかしこの頃の出演者を見ると、林方が前世紀というべき協力三年の、肝心能に比して手薄で、関税座の座勢に、陰りが見えていたとする指摘がある。翌、A68 年5月、将軍よしてるが、 三好三人集らに殺害され、刑の情勢は再び流動化する。A68 年の暮れ、57歳の元忠は、大部の座を退き、落職して、一康一氏創設を称した。創設は、生涯独身だったらしく、弟、宝相大部、重勝の子である三郎元直を養子としていた。A61 年9月、織田信長が、足利義明を養して上落し、 新たな覇者となった。同年10月の将軍戦下宿賀の脳、また、同13年4月の二条城落成を祝う脳では、新大部の元なが出演している。しかし信長は、岐阜時代から実婚だったらしい。関税小次郎を元頼らに所領を与える一方、関西大部にはそれほど好意を持っていなかったらしい。長年の子である、元来は、関税座の脇の下でありながら、 創設の肝心脳に出演しないなど、創設との関係は険悪であった。信長の礼遇に耐えかねてか、元気2年、創設不死は京を離れ、東都海浜松へ通り、囲碁機内での活動を縮小する。創設の兄、駿河重郎大部は、今川家での人質時代から家康のもとに、施行しており、その縁を頼っての移住だった。天正5年春。 三河吉田で発生大部元直が急死する。四十歳前後というあまりにも早い死であった。死の前年には何とに上り久しぶりの滝木の参勤を果たし、聖火法聖火に今後岡からの養子を圧戦、また、家康の子、信康の脳の指南役を務めるなど充実した活動の最中であり、創設、そして関字座にとっては致命的な痛手であった。 そもそも大和猿学の座は、本来は、幸福自身時神に放出することを目的とした集団である。元直の子は、まだ幼く、前代部の創設は、浜松に引きこもり、他の役者らも散り散りになって活動する状況では、神寺への参勤などできるはずもなく、以後豊臣政権が大和四座を再び取り立てるまでの、約10年間、関瀬座は、崩壊状態に陥ったと見られている。 元直には小次郎元来の娘との間に、当時12歳の子、鬼若があり、創設は晩年をこの維持の育成に努めた。最晩年には刑に戻っていたとも言われ、天正11年、76歳で没している。この鬼若こと後の旧世未愛が、天下人となった徳川家康のもと、関税座を再興させることとなる。創設による、風刺家伝第七部宿伝の写本屋き。 創設70歳の天正6年筆。家康、織田信忠にこの本が献上されたことなどを記す。4行目下部に創設の署名と顔。関税宗家像。兄、駿河重郎大部の継いだ、落ち完成聖は、世阿弥の着村、初代、関税重郎大部に始まる家であり、関税宗家にも勝る貴重な世阿弥伝承を多数、所蔵していた。 元より宗家の伝書類は、天文11年の火事でほとんど失われており、創説は元直と共に、重郎大部が家康に献上していたこれらの著作を、書者、整理することに努めた。その中には、ゼアミの代表作、風刺家伝、猿楽談義などが含まれている。またそれ以外にも、多くの先人の説を伝書にまとめて広大に残した、他、 細川家に伝来した元気継承のお聞き書きに創設の芸団が記されるなど室町後期を代表する名人としてその名を残した。このことから広大祖師として舞台伝承の家宅の対象ともなっている。ありがとうございます。